毎度、キョウグジルトです。毎度ありがとうございます。引き続き、あのぶっちゃけチャンネルとのコラボなんですけど、はい、前回はいろいろラーメンについてと、まあ、会計アップについてとかいろいろ話したんですけど、まあ、今回、うん、まあ、自分はプライベートの方でちょっと結婚したっていうことで、ありがとうございます。あの本当にあの竹原さん、畑山さんからもお祝いのお花 ちょっとお祝い券もいただいたんですけど、その結婚についてちょっと今回自分新婚で、すごいもうベテランのお二方、結婚のベテランってこと？キャリアが僕にはもう全然結婚についてちょっといろいろ聞いたこと言えないんですけど、照れちゃうな。あれ、結婚についていろいろ聞いていきたいなって思うんで、よろしくお願いします。まず結婚は何歳に、竹原さんは？俺25。25。竹原さんは一度目は二十歳で結婚して二度目は二十歳で結婚して。26の時に、6の時に家出ていかれて、出ていかれたんだ。そう、二十歳で結婚した奥さんに、はい、出ていかれたの？出ていかれた出ていかれて、金取られて、はい、金取られたじゃないだろう。あ、金渡したか。で、再婚したら何歳で、31ですか？知りませんよ結婚式には行ったけど、覚えてないよ。31だと思うんですよね、結婚式したの。じゃ離れてから約5年後ぐらいに2度目の。そうだっけ？そう、5年ぐらいですね。いろいろあったってこと。いろいろあったってことですね。聞きたいのは、なんか仲良くいける秘訣とか、なんか夫婦でこれは気をつけとけみたいな、こういろいろな方法、喧嘩とか竹谷さんの方がそっちはいいんじゃないですか。はい、喧嘩とかいろいろ経験されたと思うんですけど、谷ちゃんも結構いろいろあってみたいな。俺はもう何回離婚話になったとか。それはなぜ離婚話になったんですか？それはやっぱり男は全部悪いんだよ。ちょっと待って、それ言うと僕もなんか男なので。結局俺の場合は共働きじゃないじゃん。で、俺が稼いでるわけじゃん、はい、で、女房は子育てとか一生懸命やってるのに思いやりがないわけよ、結局そういうことだよ。25で結婚して、うん、子供は早かったんですか？子供は、まあ、25の後半か。あ、じゃあ本当にできて、じゃあもうできたから結婚するすぐぐらい。結婚するぞ、うんうん、で、うん、一応できちゃって結婚なんですか、タカちゃんも？一応っていうか、授かり婚ですよね。違う、これもう、ね、何よ、何で一応そんな表情なの？もうあれ、もう24歳で結婚しようって決めたわけよ、はい、で、式場も抑えて、はい、で、じゃあ来年の3月9日に結婚しようと、うん、3月9日、はい、もうね、結婚しようと、もう半年以上あるわけよ、うん、まあ、その辺にちょっと種を植えちゃったわけよあ、じゃあ結婚しようと、あ、そういうことね。もうじゃあできちゃった結婚ではないんだ。ねえねえ、もう決めてるしね。ねえねえ、あ、それは違うね。フライング結婚。そうフライングしちゃったっす。結婚が思ったらできた。フライング結婚とか。そうもう式場も役者しいいかっつって。あ、それだったらいいんじゃないですか。そうですよね。いいできちゃった結婚。違うんですよ、僕まだ子供いてないでしょ。欲しいんですよ。でもさ、私あの2回結婚してるんですけど、はい、学習能力がないんで1回目も2回目もできたて結婚です。はい、おお、あえてお二人。そうです。子育て大変ですか？大変じゃないよ、楽しいよ。そうだよ、子供はね、うんうん、はなんかいいな。大変って言ったら大変かもわからないけど、やっぱり楽しいよね、うん、まあ一番でも大変っていうのは奥さんだよ。いや、まあそうだな。ずっと朝から晩までね、常にみんなが。京口くんとかね、奥さんもお仕事してるから、はい、分かんないよ、あのね、一緒に、そのなんつうんだっけ、今一緒に育てる、あの何か、ああ、ありますね、そういう、ね、まあ、そうであっても、奥さんがやっぱり、でももう、ほぼ専業になりたいみたいな形になると思うんですよ。奥様が、本当に家で、だったら、それはそれで、まあ、いいよね、うん、それはそれでベストじゃん、いい会社に入ってる人はさ、共働きで、休めるんだから、あの行くってさ、ね、大きい会社。ね、大企業に詰めてる人なんかは何ヶ月も休みもらえるんだからさ、うん、まあ、それいいですね、うん、まあ、そういうわけにはいかんし、行くでしょ、あなたの稼ぎじゃ。いや行くでしょ、それに言われてるんだな。行っているんですか稼がないと明日は飯食べれないです。本当ですか？俺もそうだったよ、初めて、まあ、結婚して子供生まれて保育園に預けるじゃん、本当ただ同然だったからね。何やったら、そんなに所得が、保育園料、なんか所得に応じて変わる。マジ、むっちゃええじゃん。いや、全く金稼いでなかったから。あんた税金泥棒じゃないのそれ金持ってるのに、あのわざとそういう申請したんじゃないですか？いや本当にそうだったんで、で翌年かなんかに、あの、まあ、いろいろテレビとか呼ばれ出して、出やして、はい、収入アップして、いきなりマックス、めちゃくちゃ高いですね、保育料。まあ、6万とかそんぐらいでしょ、マックスだから。
ジェットコースター人生ですね。ジェットコースター山あり谷ありの、まあどっちが楽しいと。先ほど言ってたあの、うん、なぜ離婚話になったっていうちょっと掘り返してもいいですけど、何でその離婚話になるんですか。そこちょっと怖いなっていう。離婚話はやっぱり男の怠慢でしょ。俺が頑張ってんだとか、旦那おかげで飯食えて思ってんだって言ってるんでしょ。まあそこまで、んですか。いやそこまでは言わないけど、それに近い、言ったって言ってました、まあ、それに近いね。それに近いニュアンスで、はい、なるわけじゃん、喧嘩したら。それ言っちゃダメなんだな。喧嘩したら、なんて声かけるんですか、仲直りで。どういうきっかけで仲直り。きっかけは、フジテレビ。違うか。昔 CM でありましたよね。きっかけも何もないよ、もう。もうやっぱ子供がいたら、自然的にそうなるじゃん。いや、お互いにね、俺もが強いし、女房もが強いから、ひどい時は2ヶ月間と聞かないとかあるからね。昔ね、昔。ひどくらね。聞かないんですか。京虫くんね、25年結婚してみな。続いた、ね、赤の他人が一緒になるんだよ。そうだよ、向こう赤の他人が一緒になるんだからさ、ああそういう風にならない方がおかしいよ。そうそう、逆にそうそうなるもんだ。そうだから、まあ、こういう言い方がいいのかどうかわからないけども、うん、だ子供がいると、うん、やっぱ子はかすがいなわけよ。そうそうそう、だから子供中心に考えるわけよ。そうそうそう、だから、うん、いやほとんどの夫婦、まあ、これもいいと言っていいかどうか分かんないけど、ほとんどの夫婦がお子さんがいらっしゃるから分かれないわけよ、うん、まあ、そういうのもあるよね。でも喧嘩の理由は子供のことで喧嘩するパターンも多々あるからね。あけど教育法とか。あ、はい、だけどあんたらは浮気でしょ。多分浮気なんかバレてないよ。素晴らしい素晴らしいんですか。ちょっと皆さん、その評価に値するんですか。素晴らしいんですか。すごい、バレてないんだから、すごい。そうだよ、まあ、タケちゃんの場合やんねんだろ、多分。浮気しそうになるけど、多分タケちゃんの場合多分やめるんでしょ。そうそうそう、真面目だから。そうそう、もう度胸ないんだって、ほんと。まあ、でね、タケちゃんはあのほら、ね、病気になったりして。いや、ほんとね、俺はもう約9年前に闘病の告知されて、その時から めちゃめちゃもう、ほんとにめちゃ仲良くなった。今じゃもう、あの奥さんの夫婦の時間っていうのはどういう過ごし方されるんですか。いやもうどういう過ごし方って、どういう意味。いや休日なんかじゃあ2人とか行こうかとかあるじゃないですか。そういう時間でどういう過ごし方を。ゴルフ行ったり。そうよ、あゴルフ行かれるの。別荘行ったりさ。そうそうそう、でもこの人家が世田谷なんで、だからあのね休日はポルシェ乗ってニコ玉の高島屋行って買い物するみたいな。ニコ玉の高島屋にポルシェで食べるとかね。ないそんな感じですよ。セレブ生活。俺の株を下げる。セレブライフ。なんかそういいじゃない。まあそういうこともあるってことですね。まあ、あの女房を大事にしだしたね。病気になった時に本当に女房がすごいもう献身的っていうか親身に、まあ正直ね、あの俺病気になる前違うとこ住んでたわけよ。いやいや女房と一緒だよ。一緒だけど今世田谷じゃなくて、はい、その時女房が3階建ての家借りてたから、はい、で俺は1階で2階がこうリビング、はい、でそんな生活したんですか。そうそう、家内別居じゃないですか。家庭内別居に近かった。そんなもんだって、そういう時もあるんだって。嫌だ、そんなもんなの。嫌でしょ。そうですね、夢がないよね。ないっす。今はどういう、じゃあ奥さんとの時間っていうのはどういう。朝起きてキス。おはようあちゃっていいじゃないですか。はい、まあ、そうなんです。俺キスはないけど。なんで。俺今年はもう決めたんだって、はい、女房に1日1回感謝の俺、こっちの言葉を、言葉、いつもありがとうねって言うから、ね、感謝することなくてもありがとう、好きだよとか言わない。いや、それは言わないけど。言えよ。そんなもんなんですか。じゃあお前言えよ。電話かけて。今電話して。言わないですか。好きだよ、言わないね。言わないね。言わないですか。どう言います。それは結婚したばっかじゃん。いや、俺は結婚した当時も行ったことない、そんなこと。最低じゃん。手をつないだこともないし。奥さん、かわいそうだね。ちょっと手をつないだことないですか。ないな。昭和の男は街中で手をつながる。昭和の男性っていう感じの。あの、彼女とは腕組んだことあるけどね。うん、あの、はいはい。嫁あんたはないね。ちょっと待って。ああ、嫁さんの話じゃないんだ。彼女とは、の彼女。彼女とはさ、あの腕空いてるよとかさ、腕組んだりするんだけど。あの、これ大丈夫なの。嫁あんたはないよ。寝た。でも今仲いいんですよね。どういう休日過ごされるんですか、奥さん。え、じゃあどういう休日過ごすんですか、今。いや、なんか本当に食事もちろんそうですけど、デートってなるとどうだろう。映画とか。映画は行ったこと本当に全然ないです。でも教育でまだ付き合って1年で結婚したんでしょ。そうです。その頃ってさ、付き合って会うっていうことは会うたびにばっかり考えてるわけ。いや
いや、そうでもないんですよ。あ、そうでもないです。ガキの頃ってそうじゃん。ガキじゃねえじゃん、もう。今年30ですよ。あんた25でしょ。我々は私20歳だったけど、ガキじゃないじゃん。30なの。でもしかも金もそこそこ持ってるわけよ。いやいや、試合前、金なくて結構。ちょっと待って、こういうのでやっぱ広まっちゃうんですよ、いろいろ。全然そんなことないですよ。ごめん、俺広めてる。いや、本当に全然ですね。あ、そうなんだ。あ、やっぱ野球のどういう食事、あのランチ、まあ、子供中心だからさ。子供今おいくつなの？わしは今高1。俺はもう卒業し、今年卒業だから社会人、大学卒業してもう就職決まってるからさ。だからもう楽で、女房とじゃあゴルフ行こっかとか、そういう時間。それいいですね。いや、理想ですよ。別荘もね、あってさ、別荘行って。別荘もない。あれ別荘。別荘あるんだ。別荘ないんだ。絞り出しました。別荘。あ、ゴルフで結構。ゴルフでもいいね。あとこう、ね、あの友達と誘ってご飯食べに行ったり。同じ趣味があるっていいですね。まあそうだよね。ないですか、奥さんと。子供高1だったんです、なかなかね。そうなん、子供中心だからさ。まあ、まあ、高1だったらそうだよね。子供中心だと、それこそ子供が例えば何かを習い事だったりとか行くとか、そういうことですか。その前にさ、ネオリアホーリー聞くけど、どういう家庭を目指したいの。そうだよね。違う、自分は本当にあの、うん、僕の家族もあの奥さんの家族もすごい仲良しな家族なんですよ、うん、で、京口くんはちなみに何人兄弟ですか。僕3人の末っ子です。末っ子で、彼女はもう3人の次女の2番目ですね、うん、なんで3人兄弟で一緒で家族仲いいっていうのは共通なので、本当にお互いそういう家庭作りたいねって言ってるんですよ。本当に家族ハッピー。絶対そうだよ。子供は何か習い事させてるとかですか。なんかしてる習い事というか、もうとにかくね、まあ、うちの奥さん教育ママなんで、はい、いい学校行かせたいでしょ、大学を。なるほど、じゃあもう勉強も。だからもうずっと塾しか行ってないよね。ボクシングさせたいとか思わなかったですか。思わねえ、だってもっと先にやらせれば。今更遅いじゃん、まあ、もう一人には厳しいけど、自分の息子に買おうだからさ。一人っ子にボクシングしてどうすんだよ、俺みたいに二人兄弟で次男だったらやらすけど、とかな。ほんと、次男は死んでもいいんだよ、親からしたら、ってから。まあそんな教育だからさ。そんなことはないよ。昔はそうよ。まあまあいいじゃん、まだ私の話いいですけど。ああ、そうだそうだ、これこっちだよ、こっちだよ。京口くんの話だから。いや、なんかそういうアドバイスで、なんかアドバイスなんていうのはないわけよ。ないよね。ないですか。そんなことをアドバイスできる人がいるなら紹介してほしいわ。こうやればいいよってアドバイスできる人がいれば。あるね、そんなことが本当にあるんだとしたら、100人の夫婦がいれば100通りがあるし、これもう同じってないじゃん、うん、絶対そうだよ。ただ同じボクサーの世界チャンピオンどうしてもないんだって、はい、そんなのこれだっつうの、うん、自分で切り開いていくから自分の家庭を。そう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 。ただね、あの結婚するときは相性で結婚するじゃん。別れるときは性格の不一致が合わなかったとか言うわけじゃん、はい、それってまだ一緒になったばっかり別れるとか言うやん。まあ、一つの参考として、まあ、そうだけど、そういうときこそ結婚するときのことを思い出さないとみたいな。ああ、初心に帰るじゃないけど。そう、いや俺何のために結婚したら、いや、お互いに愛し合って結婚したんだから、ちょっとオーラがなんないダメだなとか。で、別れる原因って多分勢いで別れるパターンが多いと思うんだって。お互いに、あ、別れるかって、いや、別れよとか。別れるか、うん、感情で。あ、そうだね、勢いよ、勢いだよ。で、多分俺の場合は、じゃあ別れるかって俺偉そうに何回も言ったことあるんだって。あ、いいよいいよって女房が軽く流すけど、結局女房がうまくコントロールしてるわけじゃん。じゃあ本当に奥さんにこう女房も感情的になって、あ、やがら持ってこいって、ね、なったらもう多分別れてるじゃん。届け持ってこいと、うん、そうなっちゃうわけじゃん。売り言葉で買い言葉でね。あ、そういうのをどっかでどっちかが感情を抑えないとダメだと。じゃあそうなっても、これでも俺女房に怒られるよね。いや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 、でも今本当に仲良し。大丈夫大丈夫、全部出しちゃうから全部出してくれるから大丈夫。全部出すから。でも結婚するもそうだけど、勢いだけど、別れるもそういう感情論だからね。じゃあそういう時ほど理性保って。そう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 。まあ、だからあれって、え、年は何年ですか。いや、4つ上ですよ。4つ上。自分が今年30で、奥さんは4つ34になる年です。たけちゃんのは1個下よね。1個下ですよ。私は上なんですよ、今の奥さんね。何個ですか。まあまあいいですか。あ、はい、前の奥さんも年上だしね。そう、前の奥さんも1個上、はい、で、まあ、前の奥さんも上なんだけど、俺はさ、クソワゴママなんで知ってる。
ぱね、自覚ありのクソわがままなんだ。そう、見てわかんない、わかんないクソわがままなとこなんで、しかも昭和の男じゃん、はい、こんなやつと結婚できるやついないのよ。それ自覚してるわけ。でも性格的にはあれだよ、昭和初期の男だよ昭和初期のダメ押しするんかほんと面倒くさいことなわけよ。飲む打つ買うってあるじゃないですか、ね、飲む飲む打つはしない、打つはしない、ね、打つは嫌い、うん、この人は打つの、打つの専門、爆打男ですね。私は飲む買う専門、こんなやつと結婚できるやつっていないわけよ。でみんな逃げてまうね、うん、でもそんな、まあ、今の奥さんは立派よ。そう立派だよ本当。やっぱどこの誰でもやっぱ奥さんが立派っていうのがやっぱ前提であるんですかね。いや奥さんに、まあ分かんないけどね、タケちゃんとこもそうだと思うよ、うん、こんな変な男さ。そうだよ、ずっと嫌なんだから。俺ずっと一緒いて、俺が強いじゃん結構ね。あれが強い、僕もが強いです。ああ、こいつは瞬間湯沸かし器じゃん瞬間湯沸かし器って言われる本当、嫁さんは大変だと思う。大変だよね。まあもう今の話聞く限りはもう奥さん大事にしないためですね。一言言えば、またある程度年齢いってからの結婚だからさ、そうそう、はい、理性もあるし、はい、こう若い時の結婚っていうのはさ勢いだから、そうそう、勢いで結婚して勢いで離婚するみたいなところあるけど、もうね30だし、はい、お互い落ち着いての結婚だからさ、間違いないと思うよ。心配ないよ。うわ、やっぱ不安なんですよ、やっぱこう結婚ってなったら。何が不安なの。いやなんか不安なら結婚しなきゃいけるかな。違う違う、めっちゃ教えたぞ、違う、めっちゃ教えたぞ。養っていけるかなとか、そういう責任でしょ、ね、そういう責任で、やっぱり養っていこうと思うからダメなんだ。 お互いに頑張ろうと思わない。お互いに頑張ろう、もうもちろんそうだけど、そうだよ。俺だからいいこと言うね、たまには。たまにいいこと言うの。今日はたまにですたまにいいこと言う。なんかすごい不安にはなります。男だからたまにいいこと言うんだよ、たまたまいいこと言うんだよ。分かったからいいっすから、女はたまたまないんだからいいっすからさ。いやなんかやっぱ不安になるなって思うんで、やっぱりこう食わ飯食わしていきたいなっていう、その黒を吐き出したくないんで。まあそう思うけど、結局女房もそこまで期待しないよ。あなたが頑張ってダメだったら私も頑張るよってなるから、こんなもんだよね。まあだから、まあ、だからそういう奥さんだと思うよ、だからね、本当にそうですね。じゃあおかみさんに聞いてみましょう、どうですかありがとうございます怖いやなるほど、すみません、なんか新婚なのでちょっと聞きたいなって思いました。逆に全く参考にならない話です。いやいや、でも本当に奥さん新婚って夢しかないじゃんね。何が不安か。まあだから、まあ、やっぱり男だから稼がなきゃっていう。金だけかお前。いや金だけじゃないけどいややっぱり、ね、分かる。おっしゃる、俺の私は分かるよ。タケちゃん分かるでしょ。分かる分かる、それはもちろん分かる、冗談言ってんだけど。負けさせたくないなって思いますね。いや優しいんだね。いやもう、うん、そうですね、男の責任ってやっぱそこだからね、うん、まあね、まあ、特に子供生まれたら特にね。そう、子供欲しい、まあ、子供たくさん作ってくださいよ、うん、ねせめて、まあ、産むのは奥さんなので、うん、あれですけど。あそうそうそう、ねせめて自分の家族と兄弟と一緒くらいね。兄弟今みんな少子化だから。でも一つ言えるのは、本当にいざとなった時に助けてくれるのは家族だからね。家族を大事にしてれば、どんなに悪いことをやったって、まあ、世間から叩かれようが、家族だけは本当に家族を大事にしてれば多分守ってくれると思うから、うん、本当それをいいアドバイスじゃないですか。それをね多分ね、いい加減なことやったらもう多分捨てられるんだろうけど。いい締めの言葉になりました。もう締めなんですか。すいません本当、ありがとうございました。なんか、はい、あと2時間ぐらいまだ話したいですけど。いや本当お付き合いしてありがとうございます、はい、今後とも今年もですけど今後もよろしくお願いします。はい、お役に立てられて本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。